はい、カッパチブクロカッパ炎上です。じゃあ最後はちょっと、ね、食べ物の話じゃないですか。まあ食べ物の話かな。このあなたはね、マグロ好きですか？今日マグロの話するんですけど、これから日本のクロマグロ、漁獲枠拡大案どう思う？な、世界でなんかそんな話題になってるらしくて、ちょっとね、記事の部分、多分見た人もいるかな、共同通信からなんですけども、水産庁がね、11日高級寿司ネタや刺身として人気が高い太平洋クロマグロの、漁獲枠について、10月上旬に開かれるある国際会議において、小型大型魚とも現状から 20% 拡大することを提案したと発表した。ただコロナ感染拡大でテレビ会議での実施を余儀なくされることから、議論を深めることがそもそも難しく、提案の実現は極めて難しい見通しだ。で、 20% は大型魚で976トン、小型魚で801トンに当たる。日本はクロマグロの資源量が回復基調にあるため拡大可能と主張する方針だが、画面越しの交渉の難しさに加えて、依然低水準である資源状況に厳しい目を向けるアメリカの意向がある。実現へのハードルは高いままだ。まあこんなニュースがね、世界で話題になっていたってことです。じゃあここから世界の反応を見ていきますよ。まず最初の人、世界的な漁獲量の大半を日本が消費していると聞いている。なのにさらに増やすつもりか。しまいには回復不可能なレベルまで達してしまうんじゃないのか。で、次の人、記事中にも書いてある通り量は回復しつつあるんだよ。で、次の人、クロマグロの漁獲枠拡大を狙う日本じゃなくて、クロマグロの絶滅を狙う日本じゃないのか。で、次の人、日本は自分たちの文化について自然と調和したものだと自負してるんだよね。でも海洋をどんどん枯渇させていくことって、相手を全く尊重してないことにはならないの。未来の世代に対しても身勝手だと思うよ。で、次の人、は、海洋イコール食べ放題のお店って思ってるでしょう。で、次の人、彼らは持続可能な量ってのを理解できてないのかな。で、次、乱獲の頃から数がまだ半分も回復してないのに漁獲量を増やせだと強欲なんじゃないか。で、次、まあ自分も結構疑い深い人間なんだけどさ、でも漁獲枠増やすことによってポケットが潤う人間とかもいたりするんじゃないの。で、次の人、今から20年ぐらい前ダイビングするとマグロの魚群と遭遇したりしてたけど、でもこの10年くらい沖縄の海で見かけたのはたったの1匹だけ、とても寂しそうにしてたの覚えてるよ。で、次、漁獲枠の拡大なんて本当に意味がないよ。日本は少子化なんでしょう。なのに絶滅しかけてる魚さらに釣ってどうすんだ。そんなに取っても誰も食べられないよ。それともみんなどんどん食べて肥満になろうとしてるの。クジラと一緒で食品廃棄物も増えるはず。拡大なんかしない方がお金の節約にもなるのに、食べずに廃棄されてるマグロの1日の量って一体どれぐらいなのか知ってるのかな。で、次の人、上でも言ってたけど絶滅しかけてなんかいない。もちろん一時期は乱獲によって大幅に減少していた。でも今は取り続けても枯渇しないだろうということが分かっている。確かに量を抑えた方が回復するのではって指摘もあるけどね。なので今は議論の最中なんだ。で、できればかなり、食べずに廃棄されているマグロ云々に対してはできればかなり多い量になっていてほしいって思ってるだろう。あ、突っ込まれてますね。で、次、むしろ今後10年間漁獲量ゼロにしたらどうなの。それだけでもかなりの数が回復するだろう。その復活量をベースにして持続可能な量を決めていけばいいんだよ。で、次の人は、しばらくは別のものを食べて数が回復するチャンスを与えたらいいのにね。混獲されるものだって食べられる。混獲って何？混ざる、取るって書いてあるんだけど、ああ、マグロ取った時に間違って、なんか違うのを混ざっちゃうこと言ってるのかな。で、次の人は、なんだ、むしろ今後10年間漁獲量ゼロにしろ云々。これに対して、それだよね、80年代に捕鯨に関しても同じことが言われてた。で、それが日本の捕鯨産業をどんな風にしてしまったと思う。結局保守的な量で続けていけばいいだけなんだよ。一切禁止措置なんてしたらそれこそバランスが崩れて大災害になるんだよ。で、次の人、どうぞ増やしてください。自分も業界を応援するため釣れた魚どんどん食べてますよ。ところで街頭ではマグロに関してバカみたいに泣いたりして抗議活動やってる人いないよね。実際はそんなに気にしてないんじゃないの。で、次の人が、それに対して、自分はすでにマグロの刺身の代わりにアトランティックサーモンで我慢してるけどね。蒲焼きにはナマズ使ってるよ。河川や海を守るためみんなで協力し合おうよ。
で次の人、てか生で魚食べるのって体に悪いんだよね。日本もそのことに気づいてほしい。ほう、今の海はみんな汚染物質まみれで魚も当然影響を受けてるじゃん。ということは人体にもあるんだよ。寿司をたくさん食べたことが原因で死に直面してる若い女性もいるらしい。誰それ、その他にも皮膚病になってる人とかも多いじゃん。で、次の人は、自分はもうすぐ80超える新日家だが、寿司や刺身はかれこれ60年食べ続けてきたが、未だにピンピンしてるぞ。自分だけじゃない。日本人は魚をよく食べるが、驚異的に健康な人ばかりじゃないか。地球上で最も平均寿命の長い国は、の一つである日本。そのことが魚の安全性を物語ってるよ。と、まあ、こんな感じだったんですけどね。まあなんだろうな、これいつも思うんですけど、この手の話ってちょいちょい出てくるじゃないですか。まあクジラの時もそうでしたけどね。まあ日本がね、いっぱい取ってる、ね、日本は取りすぎだ、だったとしましょう。仮に。ね。だとしてもね、日本国民だけが食べてるわけじゃないんですけど。ね。だって日本でも海外の人、外国人の人を食べてるのよく見かけますよね。で、しかもね、海外でだって今和食とか日本食ブームとか言って食べまくってますよね。刺身だ、寿司だ、なんだって。ね、なのにもかかわらず、ね、この今回のマグロの件でもそうだけど、一切合切全部の責任日本のせい、日本人のせいなんて、そんな言われ方してもね、はぁってなもんですよね。うん。なんていうかな、このね、イルカもそう、クジラもそう、で、今度マグロですか、絶滅云々言う海外の人たちって本当、なんだろうな、この話の前後とか流れをね、見ないでね、一点集中でけしからんけしからんばっかなんだよな。うん。要は自分が見たものしか見えない人、ね、自分が聞いたことがすべてみたいな、そういう人ばっかでうんざりさんだよな、ほんと。うん。まあ、ただね、ちょっと食品ロスについて言ってる人がいたんですけど、これについてはもう同意しますよね。うん。残しすぎ、捨てすぎ。ほんと。これどうにかなんないのかな。だからってなんかね、大量に用意すんなっていうのもなんか違う話だしさ、なんていうの？次から次へとね、廃棄、廃棄、廃棄。なんだろう、なんかいい具合のこの線引きがやっぱ必要なんだよね。だからもう消費期限、賞味期限の話なんだよね、結局ね。うん。だから、マグロに関して言うと、この太平洋クロマグロでしたっけ？これのこの幼魚である30キロ未満の個体は取っちゃダメっていう風にすれば、自然とこの漁獲量って増えるんじゃないのかな。で、何年か前のデータだと、この漁獲された 99% がなんかこの幼魚、30キロ未満の個体だったから、それは絶滅危惧種に指定されちゃうんですよね。だからそれをもう徹底的にやめる。うん。で、まあそのなんか、なんだっけな。マグロも実は大量に捨てられてんじゃないかっていうツッコミが入ってましたけど、クロマグロスーパーとかだと定価じゃ全然売れないんですよね。ただシールが貼られて、要は特売に回った途端に、流れていく、そういう話でしたっけ。で、しかもそれでも完売せず売れ残りが出て廃棄されているのに、次の日にはもう新しいマグロが確かに並んじゃうんですよね。だからうなぎもそうなんですけど、食べなきゃね、要は死ぬわけでもないのに定価で買う余裕もない人のために毎日棚に並べるっていう、この辺もね、ちょっとね、どうにかできねえのかなとは確かに思いますよね。なんかこうリサイクルみたいな、なんかこういうね、無理無駄を極力省いた、なんかうまい流れがね、例えばなんだっけな、そのお寿司屋さんね、お寿司屋さんとかだったら、まあ高い値段取るのはその日仕入れた新鮮なネタでも、これは残ったとするじゃないですか。そしたらなんかもう半値以下で、次の日にこうね、ちゃんとお断り入れて、ごまかしちゃダメですよ。嘘ついたらダメですけどね。これ実はね、仕入れ、昨日の仕入れのネタを使ったお寿司なんですけど、よかったらなんか半値で出すとかさ、そういうのだったら、まあでも結局スーパーの特売と同じ発想か、どうなんでしょうね。うん。で、まあなんか寿司もまとめてね、体に悪いみたいなこと言ってる人いましたけど、ね、まあどこの国、なんとなく想像つきますけどね、ちゃんとした冷凍処理もなく、衛生管理もずさんなね、うん、なんかおよそ日本では寿司と呼べないような代物を食べてるからそうなるんだって話ですよね。うん。だなんとなくこうね、ざざっと調べただけでも、この寿司をたくさん食べたことが原因で死に直面してる若い女性もいるらしい。
って書いてありましたよね。これね、あの魚の含有成分だとかそういう話じゃなくて、ね、魚が体にいい悪いとか寿司が体にいい悪いとかそういうじゃないですね。だから結局このね、あの衛生問題とか別の問題なんですよね。寄生虫とかね、を大量に抱え込んで危険な状態だったって話だったんですよね。だから結局は曖昧な先入観と、よく知りもしないのにってやつですよ。適当な情報の聞きかじりによる、要はチェリーピッキングってやつかな。これがね、いかにね、まあ今回の場合だと日本ですよね、にとってどれほど旗迷惑で、ね、それを信じたり口にする連中がどれほど害悪なのかっていう、よくわかりますよね、こういうのでもね。まあこれは欧米人に対しても中国人に対してもそれぞれ言うことは変わってくるんですけどね。例えばスポーツハンティングで無意味にね、命奪っている、ね、欧米人が何ほざくんだって話と、これが一つ、ね、乱獲しすぎだぞ日本人、ね、とか言いながら密漁を乱獲してるのは中国の人たちですからね。だからもう彼らが言うにはクロマグロの絶滅を狙う日本って言ってますけど違います。正体は日本に嫌がらせをしてその間に自分たちで密漁をしまくるのが中国。まあこれは某国も含まれるかなと。まあこんなところですかね。さてね、じゃあ宿題の確認がまだでしたよね。羊のショーンどこ行くみたいなおかしなクイズでしたけど、たくさんのお答えいただきましてどうもありがとうございました。まず新右衛門さん、羊のショーンバリカン買いに運転手床屋行くより低コストだからね、帰りにマック寄ろう、照り焼きとチーズバーガーを重ねて食べよう。で、麻雀悟空さん、千葉に連れて行く、九十九里浜で直線ダッシュして泳がせる、ダッシュは映像で見てるけど少し遅い気がするからガチで勝てるかもと期待する、羊が泳ぐなんて映像あるかな、競泳もしてみたい、でも帰りがけ汚れ落とすだけで時間かかるだろうな。で、テンダーさん、サファリパークでライオンに餌やり、ひでえな。で、キミアカさん、羊と一緒に羊を雇いにハローワークかな、ちなみに見つかった方のお名前はメリーさん。で、めぐみこさん、ショーン君とまずペットショップ行ってお気に入りのキャップや洋服あれば衣装替えをする、それから動物園に行って動物と戯れた後は芝生でランチ、最後は観覧車に乗る、楽しそうなら何度もチャレンジ、そして帰り道ショーン君は後部座席でうとうとしながらお家に帰ります。で、寺内さん、私なら風呂でしょうか、銭湯に連れて行ってモコモコの毛の泡で、モコモコよりモコモコにします、あと夏前なら床屋に行って散髪させたいですね、いや毛刈りですかね、さすがにお肉屋さんには連れて行けません、手羽先は食べさせてみたいですが、アドマニさん、羊と一緒に行くとなればやはり美容院かと、羊はプードルみたいなカットにすればかなり可愛くなりませんかねそうかもしれないですね。ナイさん、ズバリ動物病院、ショーン君の予防注射のためですが、彼はバカンスで湖畔のコテージに行くと信じています。島民さん、羊のショーン君とドライブするなら神社巡りに行きます、もともと神社巡りが好きで日帰りどこまで行けるかチャレンジしてまして、例えば仕事が終わって仮眠して夜中の12時出発、お伊勢さんの、外なんだっけこれ、ああもういいや、なんかいろいろ巡って、帰路の途中仮眠取りながら家に帰り着いたのが明け方6時、こんな無謀なことばかりしてるので誰かを誘うわけにいかず一人で走り回っています、でもドライブが好きなショーン君ならこんな無謀なスケジュールでも喜んでついてきてくれそうということで、どうもありがとうございました。さて、じゃあ今日の宿題はどうしましょうかね。この後のあなたはこうハンバーガー好きな人ですかね。いや、マックの話じゃないんですけど、なんかね、こんな話題があったんですよ。これはもうパーフェクトだ、満点だと。なんか日本で見つけた激安手作りバーガー、この味にアメリカ人がね超感動したってお話があったんですよね。なんかね、これ東京にある有名な手作り、なんか要は自販機って書いてあるけど、要はもう手作りのバーガーですよね、これね。半自動販売機かな、ハンバーガーの半自動販売機、なんだかよくわかんないですけど、立石バーガーね、これなんか多分知ってる人いると思うんですけどね。まあこれがね話題になってたんですけどね、立石ですよね。で、まあ問題はハンバーガー好きですかってそういう話じゃないですね。あの多分ご飯ね、まあ自炊する人も、まあ外食がメインの人もいろいろいらっしゃると思うしね、状況によってはどっちもどっちもっていう人が多くいらっしゃるかと思いますが、ね、例えば、外食で済ますことが多いんだけれども、例えば僕だったらこのハンバーガーなんかもね自分でなんか作りませんね。
でも中にはほらね、そうだな、例えばこれはまあ男性女性問わず、いや俺が私が自分で作った方が絶対うまいっていうのはあると思うんですよ。残念ながら僕にはそんなもん一つもないんですけど例えばほらそうだ、カレーとかさね、カレー屋さん世の中にいっぱい外にもねお店あるじゃないですかね。でもね、いやなんだかんだ言ってね、私だったら俺だったらね、自分で作ったカレーの方が絶対うまいよっていうのがあると思うんですよ。ある人もいると思うんですよね。うん、そういうの募集しましょうかね。うん、例えばコンビニにも売ってるね、お店にねお金払って食べに行こうと思えば食べれる、だけども自分で作った方が絶対うまいっていうのを教えてください。もう何でもいいですよ。うん、まあ今、ね、パッと思いついたのがカレーだったんですけどね、カレーじゃなくてもオムライスでもいいですよね。なんだったらハンバーガー、私が俺が自分で作った方が絶対うまいよね、俺が作ったバーガーだったら1個2000円取れるねっていう、まあそういう人も中にはいるかもしれないですよね。うん、そうね、外で食うよりね、コンビニで買うよりもね、スーパーで買ってくるんだったらね、いやどう考えても自分で作った方が絶対うまいっていう、あなたのそうだな、ある種必殺技みたいなメニューだな、うん、っていうのを教えてください。何でもいいです。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。